坪井栄作二十四の瞳その第十七回第五章花の絵その四続きから。松江はなぜか一人校舎の壁にもたれてしょんぼりしていた。招くと土手の下まで走ってきて、そっくりそのまま母親に通じる目で笑った。手を伸ばすとますます母親にの顔をして決まり悪そうに引っ張り上げられた。似たのことを聞こうとする先生とも知らず、松江は自分一人の気詰まりさから逃れようとでもするように切羽詰まった声で呼びかけた。先生、何？あのうちのお母さん女の子産んだ。あら、そう、おめでとう。なんて名前？まだ名前ない。おとつい生まれたんじゃもん。明日、明後日、しあさって、と松江は三本の指をゆっくりと折り、六日ざり、今度私が好きな名前考える。そう、もう考えついたの？まだ、さっき考えよったん。松江は嬉しそうにふっと笑い、先生といかにも今度は別の話だというふうに呼びかけた。はいはい、なんだか嬉しそうね。なに？お母さんが起きられるようになったらアルマイトの弁当箱買うてくれるん。蓋にユリの花の絵がついとる弁当箱。ずっとかすかな音をさせて息を吸い、松江は顔いっぱいに喜びをみなぎらせた。あら、いいこと。ユリの花の絵がついとるの？ああ、赤ちゃんの名前もそれなの？すると松江は恥じらいと喜びを今度は体中で示すかのように肩をくねらせて、まだわからんの？わかりなさいよ。ユリちゃんにしなさい。ユリ子？ユリエ？先生、ユリエの方が好きだわ。ユリ子はこの頃たくさんあるから。松江はこっくりうなずいて嬉しそうに先生の顔を見上げた。松江の目がこんなにも優しいのを初めて見たような気がして、先生はその長いまつげに覆われた黒い目に自分の感情を注いだ。似たのことはもうひとまず流して心はいつか和んでいた。松江にとってもまたその数倍の喜びだった。先生に言わなかったけれど、お昼の弁当の時、松江は大きな父の弁当箱を小鶴や美佐子から笑われたのである。それで彼女は一人みんなから離れていたのだ。しかし今はそのしょげた気持ちも朝露を受けた夏草のように元気を盛り返した。自分だけが特別に先生に構われたような嬉しさで、これは内緒にしておこうと思った。なのにその日帰り道で彼女はつい口に出してしまった。うちのネネユリエって名前つけるん。ユリエ？ユリ子の方が気が利いとら。跳ね返すように小鶴が言った。松江は胸を張って、それでも小石先生、ユリエの方が珍しくてって言うた。小鶴はわざと飛び上がって、へえ、なんで小石先生が？へえ。何かを探り当てようとでもするような目で松江の顔を覗き込み、はあ、わかった。並んでいた美佐子を後ろの方へ引っ張っていってこそこそささやいた。藤子、早苗、琴恵と順々にその耳に口を寄せ、なあ、そうじゃな。おとなし組の三人は小鶴の言い分に賛成できないことを器用な無言で表すばかりで、松江を孤立させようとした小鶴の企みは崩れてしまった。よく気の合う増野が今日は母の店によってここにいないのが小鶴の弱さになっていた。彼女はみんなに松江がひいきしてもらうために一人で
小石先生にへつらったと言ったのである。そのためにかえって自分から孤立した小鶴は一人不機嫌に黙り込んでとっとと先を歩いていった。みんなもその後から黙ってついていった。一つ花を曲がった時である。前の小鶴が急に立ち止まって海の方を眺めた。先に立つ者に習う癌のようにみんなも同じ方を見た。小鶴が歩き出すとまた歩く。やがていつの間にかみんなの視線は一つになって海の上に注がれ、歩くのを忘れてしまった。はじめから小鶴は知っていたのであろうか。それともたった今みんなと一緒に気づいたのであろうか。静かな春の海を一艘の漁船が早炉で漕ぎ渡っていた。手ぬぐいで鉢巻きをした裸の男が2人、力いっぱいの格好で櫓を押している。二丁櫓の跡が幅広い櫓足を引いて走るように対岸の町を指して遠ざかってゆくのだ。もう喧嘩どころでなかった。なんじゃろう、誰のうちの出来事じゃろう。みんな目を見合わした。消え去りつつ新しく引かれてゆく櫓足から岬の村に大事件が突発したことだけが分かった。急病人に違いない。船の胴の間に広げた布団が見られ、そこに誰かが寝かされていると察した。しかし、瞬く間に船は遠ざかり、乗り込んでいる人の判別もつかなかった。まるでそれは瞬間の夢のように、飛ぶ鳥の影のように過ぎた。だが、誰一人、夢と考える者はいなかった。1年に1度か2年に1度、急病人を町の病院へ運んでゆく岬の村の大事件を遡って子供たちは考えていた。かつて小石先生もこうして運ばれたのだ。怪我をしたか、急性の盲腸炎か。なんじゃろう、誰ぞ盲腸の人おったかいや。後から追いついてきた男の子も一緒に固まって表情した。女は誰も声を立てず、男の子が何か言うたびにその顔に目を注いだ。そんな中で松江はふと今朝家を出かける時の母の顔を思い浮かべた。瞬間黒い影の差したような不安にとらわれたが、そんなはずはないのだと強く打ち消した。しかし頭痛がするとて顔をしかめ、手ぬぐいできつくきつく鉢巻きをしたその結び目のところの額に寄っていた盛り上がったシワを思い出すと、なんとなく払いきれぬ不安が迫ってきた。はじめに今日は父に休んでもらいたいと言った母。しかし父は仕事を休むわけにはいかなかった。松江を休ませりゃええ。父がそう言うと、そんならええと言い、松江に向かって、学校初めてなのにな。だけど遊ばんと戻ってくれな。思い出して松江はドキドキしてきた。するといつの間にか足はみんなの先を走り出していた。他の子供もついて走った。足がもつれるほど走り続けて、ようやく岬の柳を見た時には、松江の膝はガクガク震え、肩と口とで息をしていた。村のとっつきがよろず屋であり、その隣の我が家におしめがひらひらしているのを見て安心したのである。しかしその安心で泣きそうになった彼女は、今度は心臓が止まりそうになった。井戸端にいるのが母ではなく、よろず屋のおばさんだと気がついたからだ。弾んだ石ころのように坂道を駆け下りた松江は、我が家の敷居をまたぐなり、走ってきたそのままの足の運びで、母の寝ている納戸に飛び込んだ。母はいなかった。お母さん。ひっそりしていた。お母さん。泣き声になった。よろず屋の方から赤ん坊の泣くのが聞こえた。お母さん。力の限り、大声で泣き叫ぶ松江の声は空にも海にも響けとばかり広がっていった。
第五章花の絵読み切り。第六章月夜のカニ。五年生の教室は川っぷちに新しく建った校舎のとっつきであった。川に向かった窓から覗くと、おくみのような形の狭い三角地を挟んで、高い石垣は川床まで直角に築かれていた。坪井栄作二十四の瞳、その第十七回、第六章月夜のカニ、その一、途中まで。2020年1月31日。